それも随分変わってはいるんですけども、まだなんとなく昔の赤坂の宇田川のただつまいを残しております。ありました、あの見てください、あの R、 あの力さんの R です。あ、じゃああれができますか。ありましたね、ね、あれから力って書いてある、力って書いてある。あー、ね、そこできマンションです。昭和30年代ですね。you
藤ストムさん。藤ストムさんは、小学生の頃からもう力道山をリアルタイムで、テレビで、リアルタイムの力道山評論家。極みに行くことでしょう。ライジンのね、レスラーをカルテチョップ1個でやっつけるというのは、ね、それこそもう痛快にね、はい、感じてたし、なんかデストロイヤーさんのつもりらしいんですが、この方も、プロレス評論家の、一本木健太郎さんですか。よろしくお願いします、はい。まあ、当時は映画とかなんかの、間にほらテレビスポーツスポニチテレビニュースとかなんかとかっていろいろ出てくるでしょ。で、力道山がさ、オープンカーとかなんかで出てきたり、それこそほら、T シャツ1個で筋肉隆々のあれでね、でゴルフやってる姿とか、もう全然我々庶民のねレベルが違うところにあったわけじゃん。ちょっとず抜けたっていうか、はい、我々のほら、あの頃は私ら貧しかったでしょ。テレビもないし、それから食い物だってそうだし。さんっていうのはね、結局もちろんその戦前は、変な話、どちらかといえば、博打打ちですよね、そういう家業の方で、うんうん、で割と人形町とか、柿原町、ね、柿原町の、はい、の親分というか、はいはい、そういう顔役だったわけで、行った県ですね、で道場もね、道場もそっちですか、人形町にあった、人形にありますよね、道場もね、で新田さんは、結局その戦争中はね、確か大井町の方にあった米軍の捕虜収容所、ただ米軍って言っても将校クラスの、その収容所のなんか仕事をやってて、でその時に非常になんかね、その米兵将校に対してその優しくなんか手厚く扱ったらしい。それで戦後進駐軍が来て、でその進駐軍の将兵が、お似たお前には世話になったからなんか恩返ししてやるっていうことで、なんかその厚木飛行場の整備の仕事とか、それね、力道山がそのプロレスの方に行ったそのいきさつはね、いろ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 小説はありますけどね、その進駐軍のそういうプロレスの興行を見るなり接する機会があって、その流れでじゃあやろうかという話で、新田さんっていうそういうで新田さんにつながるその工業界があって、工業界、下手したら今度はその新しいその放送媒体ですよね、特に日本テレビで、日本テレビのもうね、正力松太郎さんなんてのは、近年なんかよく言われるのはね、実はもう、CIA の一応、エージェントだったなんていう話もある。スポーツスクリーンセックスですね、はい、それでつまり日本人を少し骨抜きって言い方はおかしいけど、多少あんまりね物事を考えずに、言ってみりゃとにかく働かして、一方ではそういう凶楽的なことで、だから相当後ろにはね大きい力があったと思うんですよね。だからそれこそ政界もそうだし、全部そうでしょ、日本プロレスコミッショナーもね、コミッショナーはそうです、あれは必ず副総裁ね、自民党の副総裁がやってたんだもんな。そう、最初は大野万博、インカラ、川島正二郎、みんなあれだからね、あれが2階の進んだってそうじゃない、あれやってたっけ、やってた、なんか力道山のその後ろにはね、その本当のその戦後のね、そのなんていうか、その日
本をこうやってあの日本をねコントロールしようというすごいその力がねあって、それとともになんか来たような気がしますけどね。なんかね、だって最初はね、うん、ほらあの金曜日のあれで、ええ、ディズニーラディズニーと8時な、うん、それとこれプロレスと半々ぐらいで学習でやってたんだ。学習でやったんだな、うん、ちょっと力道山のことをねちょっとかじったり勉強するとそのある意味じゃね日本のその戦後史っていうのがちょっと見えてくる。戦後のね裏側、うん、そうですね、裏側そのもので、うん、そういうふうにだから児玉さんっていう人の名前も出てくるだろうし、うん、それからその神戸のね、ええ、あの親分の3代目ですね、3代目の名前も出てくるし、ええ、うん、から横須賀の親分の名前も出てくるし、稲川さんも、川岡さん、稲川さん、そうね、ええ、からあのあそこのね、堀さんも出てくるし、いろいろ堀正彦、うん、あそこのね、住吉ですね、住吉も出てくるし、いろいろ出てきますよね、はい。背景ってどう思いますかね。だからでそれこそほらそのさっき言ったようにシャープ兄弟と対戦してて、うん、であのなんだっけ木村はやっぱり柔道界ではね、うん、あの木村のあれに木村なし木村のあれに木村なしって言われるぐらい何連勝っていう、いやすごい人ですよね。すごい人だったね。いやそれがそうそうそう、それがこのプロレスの世界に入ってその力道山の、まあ、二番煎じというか力道山の引き立て役になってるということがやっぱり我慢ならなかったりしたのが一つの原因はあるでしょう。それとね、あとまあ多少タブーめいた話かどうかわかんないですけどね、まあプロレスはねその頃だんだんねだんだんそのプロレスも多少ね、始まって何年かというと中にはねあれは八百長じゃないかという話が出てきてね、はい、それもでなんかその辺のじゃああれを決着しようという意味でじゃあ真剣勝負のね試合をしようと見せてやろうと、うん、でじゃああの力道山がじゃあ俺とね、木村が真剣勝負でやるかということなんですかね。だからそれもだから一つは勝負 ね、それをだからねそのやってで1対1で、ええ、ほら何とかにしようっていうのがあるんだよね。だからあれがその出来上がったプロレスなのか、うん、それとも偶然ね偶発的にああいう喧嘩プロレスになっちゃったのかっていうのも分かんないじゃないですか。力道山もその木村戦以降そのなんか看板も欲しかったわけだね、日本プロレスで、ね、うん、あれがないから、ね、だからそのインターナショナルヘビー級っていうのを看板にして、これだから力道山ずっと19回ぐらいから確か防衛してるんですよ、ね、そのインターナショナルヘビー級っていう冠を押さえて、うん、それで日本に、うん、でそれからだから歴あのいろいろブライトとか、うん、ね、そうあのミスター X、はい、アトミック、うん、こういう人たちとずっとやってきたわけだよね、うん、それでちょうどね、ちょっと話のあれが野球の話になっちゃうんですけどね、ちょうどその頃っていうか昭和33年ぐらいですかね、ちょうどやっぱり野球もね、その時にあのジャイアンツに長嶋さんが、長嶋茂雄さんが入るとか、まあ、つまり川上さんとか古いスター引退して、だんだんで長嶋さんが入って、そしたらがぜんまたプロ野球の人気も出てきて、まあ、やっぱりその後どうですか、あの実際小学校の時にやっぱり、うん、
やっぱり人気スポーツってやっぱり野球か、プロレスかっていう感じでした、うん、だからそういう少年マガジンとか、ね、少年サンデーとかいろいろ表紙にね力道山とあれが写る写真とかなんかをやって、ね、結局あの力道山と金田を写したりとかいろいろなんつうのうまい具合にあったんだよね。東京スポーツなんていう話が出てきてね。で、東京、まあ、ご存知だと思うんですけどね、東京スポーツの車種は確か児玉義雄さんがやってるとか、ね、だから最初はプロレスはそれですよ、ね、それがね、それでそのいろいろなプロレスの記事が出てて、うん、で、あとは一面プロレスだって珍しいもんな。そうよ、あれはそういう、だからそれでだから俺らが人よりね、人よりそのプロレスの情報に詳しくなったというのはその東京スポーツのプロレス。力道さんがその世界チャンピオンになったその団体があるんですよ。WWA、ね。WWA ですね。ロサンゼルス。そうそうそう。だからそれたつ、それはね、フレッド・グラッシーもその世界チャンピオンになってるんですよね。それはね、力道さん、あのまたプロレスがこう人気出てくるきっかけになるんだけど、はい、ロサンゼルスで、はい、あのフレッド・グラッシーと、あれ、グラッシーが世界チャンピオンですよ。はい、フレッド・グラッシーが噛みつき合って、うん、で出血して、相手レスラーが血を流して、でその様子を見たら ね、 どっかのご老人がね、実際本当にショックしたんでね、ショックした、ショックした。デストロイヤーが今度ブラッシーからチャンピオンベルトを奪ったわけですよ。もう WWA のチャンピオンとして来て、で力道山とやったわけだよ。そこでまただからあのだからそれこそ四の字固めというかね、フィギュアボールレブロック、あれかな。そう、あの四の字固めかかったんだな。でその時の四の字固めもう即ギブアップだよ。ああね。そうだけどその次の試合でテレビ放送があった時にこれはもうね、今も残ってるみんなのね、あのよく語り草になってる、その無制限、無制限じゃないや、延長勝負つかなかったんだな、うん、だからいやいやそのかけたまんま、うん、そのあれになっちゃったんだ、タイムアウトして、うん、それであのそれでもなんか延長して、で結局コーナーの角のところでさ、で転がったりなんかしてやってて、それでそれがね、あのさっき言ってたその靴ひもがほどりだよ、ね、あの時の四の字固めは、で力道山がギブアップしなかった、あの力道山がね、わーって言ってるんですよ。四の字固めのあそこまで行っちゃうと、ショーとしてどこまでもだって泣いたからね。あ、そうですね、神社四の字固めなんて、あの当時は非常に高度な技だったり、いや、これはすごいっていう。大相撲 の前田山さんがね、よくアメリカに初めて大相撲巡業行くということ でちょっと力道山の手を借りたいということで、なんか力道山のところに頭を下げに来たということがあるんですけども、だから力道山は、ね、
人に頭を下げるのは嫌いだけど、そういうふうに人からね言われればさあ嬉しいし、で逆に自分は自分からね見下り半をくっつけた相撲界からね、そういうふうにその親方というかね、それが愛さん来てくれね、頭を下げに来てくれたということは本人にとってはすげえ嬉しいわけじゃないですか。ほいでその前の日にね、ハムマスでデストロイヤーと試合やってて、だからデストロイヤーを連れて、うん、で、ハムマスから帰ってきた。自分をコケにした相撲界に行った、ハムマスが来たからね、うん、そういうものだって横綱ね、うん、まあ、気になる、まあ、ただ、まあ、コケにしたっていうかね、まあ、自分からやらせてもらった、まあ、だからそれはいろいろあって、そうですね、そうそう、それがだから、12月8日っていうことは何かの、あれがね、便所に行こうとしたと。で、その時その刺した男がね、顔見知りのホステスと喋ってたらしいんですよ。で、そのホステスのことを力道さんも知ってたと。で、なんかカチンと思ったんでしょうね。で、なんかその力道さんが便所入る時に、なんかなんかぶつかった、ぶつからない。ああ、なるほどね。で、なんか、くんずの別になって。で、やっぱり、その刺されたらね、まあ、後にね、その方も住吉系の組長にはなったんだけども、やっぱりなんか、ね、その前にね、ルッターレンジっていうレスラーと喧嘩して散々な目に遭ったらしいんですよ、うん、でそういう恐怖があったから、うん、もう思わずやっぱりね、うん、自分のポッケから、うん、ナイフを出して、うん、それをリゾーンに、うん、まあ、反射的に刺したっていうふうに、まあ、ご本人は言ってるんですけどね。あれなんだっけ、じゃあ、じゃあ中水炎なんだっけな、え、不安炎ですか、まあ、腸閉塞でしょ、腸閉塞、腸閉塞って言われてるんだよ、まあ、死んだ原因はね、やっぱり実際はなんかやっぱりその小腸にまで傷が達したから、そこでちょっと手術の仕方を間違えて菌が入って、ね、で腸が閉塞しちゃったっていう事実はありますよね、まあ、だけどほら、その伝説、うん、っていうものみたい。だから俺なんかだからね、ガキン頃でしょ、あ、死んじゃった、これからどうなんだろうって、ああ、そうだった、やっぱりプロレスファンとしてはさ、これからプロレスをどうなっちゃうんだろう、そう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 ですね、ああ、その脳が、まあ、言ってみれば力道山のその言ってみれば余力みたいなもんで、まあその後ただね、そう、それもあるでしょうけど、それ以前に力道山というものを誰かが個性するかもしれないね、キャラクターを、そう、誰かがちゃんと後ろで、あ、それがだからアメリカのあれかもしれないけど、どういうのかも知らないよ、うん、だからその日本のそのいっぱい黒幕って今でもそうだけどさ、いるじゃん、次はこういう風になるってある程度ね、なんか
だんだん年取ってくるとそんなふうな気も当然力道山だって年取ってくるから、うん、いつかは引退するから その後はどうしていくかっていう、うん、そういうとこまでやっぱり考えてるんだよね。だその辺のだから、まあ、今になるとあんまりほらゲスな勘繰りになっちゃうと、うん、あれなんだけど結局でもちょっとそういう気もしないでもないよね。本当は思いたくないよ、そういうのは思いたくないけど、でもなんとなくだってそうじゃないとすぐではないけどさ、うまい具合にあれだもんな。容体が悪くなってまあ時にで手術室に入る前にその側近だったら確かにその吉村さんとか、うん、あとその、新しい奥さんとか、うん、新妻の前で、ね、うん、その三本指をね、うん、出したって言うんですよ。三本ってやっぱり三羽ガラスですね。馬場、猪木、大木金太郎、じゃあこれに任せると、うん、いうこの三じゃないかって今ピンときましたね。いまだにねこうやって語り継ぐ人がいて、うん、で本当にだけどもその当時は日本国民のねほとんどはもう力道山が、うん、まあ純粋の日本人だと思ってたわけですよね。そうね、うん、また力道山もそれは隠し、うん、ずっと隠したわけでしょ。隠したっていうか嫌がったわけですよね。うん、そうですね。まあだってそれ言っちゃうとやっぱり人気に。もうだからいやもうそういうふうに、うん、そうですね、あれでしょ。自分で、まあ、ある意味臆病だから、うん、よく言うのは臆病だった。うん、そうでしょうね。うん、だからそういうあれをされるのが一番嫌がってたって。だから大木金太郎にも絶対ねキムいるっていうね名前を出すなって言ってたんですよね。そう力道山の本当の後継者って。まあ、その後のプロレスで、ね、はい、誰なんですかね。まあ、今になるまで至るまで、そう、まあ、うん、いないんやねん。だから、うん、ジャイアント馬場か。ああ違う、アントニオ、うん、いやいや後継者って、ね、プロレスラーっていうのはいるかもしれないけど後継者っていない、ね、ないですよね。力道山の前に力道山あり、うん、力道山の後に後は、うん、後のプロレスラーだと違うもん、うん、プロレスラーとしての俺らがね、うん、その想像してる力道山は力道山ですよ、うん、ね、だから後継者なんていうのはないですね。いないそれはまあ逆に言ったら力道山に失礼かもしれない。そうですよね。俺らがそういうあれしてた力道山がで力道山であり続けているのでそういう今はね、うん、はいない。ただあれだけまあなんつうのそういう面ではなんつうのやった人間、はい、プロモーターそれからレスラーも含めてね、はい、時代まあ今の時代だってあんだけやる人間はまあ時代背景もねイケイケバンバンの時代だから今だったら相当叩かれてるでしょ。あれはあの時の時代まあそういう意味ではね時代が作ったもんね。そうそうそう、まあ、本人の資質プラス時代もあったしまたその背後もあったし、そういろんなものがなんか混然一体になって、まあ一つの方向性、まあなんていうか、ベクトルに向かって、だから自作自演っていうのがあったんだね、その力道山物語を自分で作って、まあねね、うん、書いて、自分で演じていくっていう、うん、そういうあれだと、ね、まあ、あの時代に、まあ、戻りていっちゃ戻りたいよね、俺らはね、俺はね、うん、俺は個人的には。もうこんな世の中よりああいうなんつうのうさんくさいっていうかさあまあそううさんくさいっていうかねもうまあこれはね、うん、まあだから今、はい、今だよ客観的にその当時を見たらうさんくさい世の中なんだけど、はい、ああいうふうな時代っていうのはすごく楽しかったし、はい、それこそだってなんその紅しょうがだって、まあ、この人だったら紅しょうがだってチクロ入りのあんなの食べたりなんとかってしてる時代でね、うんうんうん、まあそうですよね、まあ、さっきのコーラだってなんかそうじゃないですかね、サッカーだからね、チクロですからね、そう、そんなこと、そう、今はもう何でもみんな暴いちゃうじゃないですか。あの時代っていうのはデストロイヤーにしたって実際に日本に来た時イミグレーションでマスク取って、ね、マスクつけたもまた変えちゃうからね。そうだね、だってあれ自分のね息子にもねマスク流してますからね。そうだね、そう、だからそういうことも含めて、まあ、要はいい時代だったよ。
Thank you.